河原の霧と愛くるしい娘夜明け前の肌寒い時刻であったまだ東方の空がいくらか赤みかかったばかりで辺りは一面濃い霧に覆われいわゆるモコとした景観を呈している石ころばかりゴロゴロした広い河原の向こうに目には見えないけれども 天竜川の流れの音が相当程度凄まじい響きを立てていた。河原の尽きるところが高い土手で、干木もあるが主として笹だけが茂っている。その茂みの下のところに焚き火の火が燃えていて、二人の男と竹作りの小敷小屋のようなものを照らし出している。 片方の男は五尺八寸余りの背丈で、骨太で肩太りに超えて、お牛のようにたくましい。体中毛だらけだし、顔もほとんど髭で埋まっている。これは自分のことをしきりに鉄ヶ岳と呼ぶ通り、大阪で相撲取りをやったことがある。わしが雷電を投げたときはの、 こう話すのが彼の得意である。その時は彼はひしゃげたような偉大な鼻をうごめかす。しかし真相のほどは保証はできない。もう一人の男は痩せて小柄で多少のっぺりしている。ボロボロの尻切れ番天に荒縄の帯という格好であるが、髪はきちんとなでつけ、 ひげもきれいに剃っている。彼は自分では菊之丞という名だと言っているが、人は単に銀流しと呼ぶに過ぎない。ああ、女のいない世界へ行きたい。こういうのが彼の得意である。その時は彼は痩せたツルツルした顎を撫でる。彼には序南の層があって、 いつも女から逃げるために骨身を削ると言っている。だがこれも真相のほどは不明である。この二人は今河原の焚き火のそばにいるが単にぼんやりしているわけではない。彼らは今一人の若者の着衣を剥いでいるところである。若者は頭から濡れネズミでおまけに気絶しているらしい。 私は気が咎めるんですよ。こういうことはね。女の子に見上がりをさせたことは数えきれないくらいあるけれどね。だってそれは女の子の方で夢中なんだから、そこはあれだけれどね。こういうことてえものは生まれつきもあるだろうけれど。気なくせえ声を出すね。こっちは命の恩人だ。 オラッチが助けなければよ。こいつは溺れ死んでよ。天竜川のサメの餌食だ。そこをオラッチが助けてよ。難しく言えば人命救助だな。命は人間の生命ってくく例のもんだろう。とすればよ。こいつはおめえ、オラッチに霊金てえものを贈呈しなければならねえ都合だ。 ところでこいつが礼金を持ってねえとすら、よしか、だとすると、こいつは人命救助に際してよう、随分おめえ面目ねえ思いをしなければならねえ。そっちの肩を持ち上げてくれ。腕をこう上へ上げるんだ。よしか、とすればよう、オラっちが着物をはぐてえものは、 こいつに面目ねえ思いをさせねえという深い計略だな。人間てえものはよ、へい、人を助けましたというだけじゃすまねえ。助けた後の心配をしてやってこそおめえ、なんだその人道てえもんだ。よいしょ。私はねえ、性分としては嫌なんですよ。 私は育ちが育ちなんで、こればかしは治らない。一つには女の子がこんなふうにしたんです。いいえ、女の子てえものはねえ。あなたの前だけれども。この刀はよそう。こういうものはいけねえんだよ。こういう物件はよ。鉄ヶ岳は小さい脇差しをポイッと投げて。 こういう物件には、名とかなんとか、いかがわしい不調がついていてよ。いざって時に足がつくと決まったもんだ。わしが大関を張っていた時のことだがのう。よさねえか、銀流し。下帯だけは取るな。だってこれは、羽舞台ですよ。あたしは柏屋のゲレマツに頼まれているんでね。 あの子も実は私は困ってるんですけどね。いっぺんでいいから肌に歯舞台を着てみたいって。ここのところは世話物の粋で下座に信頼流しかなんぞ入れて。よさねえか。気が咎めるなんて言いやがって。いくらなんだって、おめえ、ふんどしまでハグって義務はねえだろう。そいつだけはよせ。 よせったらよせ。ぶん殴るぞ、銀流し。よしますよ。ええ、よします。よせばいいんでしょう。よしますよ。どうせゲレマツにいじめられるのはあたしなんだ。ああ、つくづく女の子のいない世界へ行きたい。二人は、剥ぎ取ったものを一つに丸めた。 東方の空の赤みは次第に拡大し、かつ名色を増しつつある。彼らはなお、それぞれの主張とそれぞれの考えを漏らしながら、剥奪した獲物を持って土手を登って、その土手の上を川下の方へと去っていった。気絶した若者は裸で、下帯一つで、 河原の石ころの上に伸びている。肌の真っ白ないい体格で、上品な貴族的な、ちょっと類のない美貌である。男の美貌というやつは、女だけに好かれる玉と、男に好かれる玉と、男女両方面に好かれる玉と、大別して三様の方がある。この若者は、 その三様の型以上であって、ちょいと類がないと言ったのはそのためであるが、ここでは筆者には描写する自信がない。読者は各自の好みによって、それぞれ一番好きな美男子を目に浮かべ、それをここに当てはめていただきたい。で、この若者は裸で伸びている。 彼が順次郎だということは、これはもう断るまでもないことで、人間の運命の無常、栄枯盛衰の計り知れざることを今我々は彼の上に見るのである。川霧はまだ濃い土色に溶栄している。焚き木は大方燃え尽くした。赤い置き火をめぐって煙がいぶり、それが 時々潤次郎の裸の肌を撫でる土手の下の暗がりにふと物の動く気配がした笹や干木の垂れ茂った影伝いに川上の方から一匹の獣が近寄ってきたのである獣はあの竹造りの小敷小屋のところへ来て獅子をかがめおう垂れてじっ と鋭く順次を狙い出したどうやら狼のようだ。いや、狼に違いはない。彼は比較的に狡猾な肉食獣だそうで、性質も陰険で情け知らずだと言われる。おそらく順次郎の裸の見事な身体を見て、猛烈な食欲に襲われ、 かの二心子の立ち去るのを待ちかねて出てきたものらしい。二度あることは三度。昼夜の関係にかかり、身ぐるみ剥がれ。今度はまた、このな難である。三度目の正直。今度は骨までしゃぶられる番だ。狼は背を低くし、かすかにうなり声を上げ、下なめずりをして、 まさに飛びかかる姿勢に移った。その時である。さっき鉄ヶ岳と銀流しこと菊之丞の登っていった土手を上から降りてくる人の気配がした。土に段々をつけただけの笹ささやぶに覆われた滑りやすい道である。笹ささやぶをガサガサ言わせ何か歌いながら 狼はさっと土手の影へ身を隠した。山は晴れてもこの胸晴れぬ。天竜水増様は来ぬ。いい声であった。歌もうまいらしい。そしてその声の主は間もなく河原へ降りてきた。若い十七くらいの娘である。丸っこい顔の みなりは粗末だが、それに美人型ではないが、体格好から顔立ちから愛くるしい暖かそうな娘であった。ああ<ー>河原へ出るなり、彼女はこう叫んで立ちすくんだ。おじいさん、人が。松坂家の政治事情とボタンテ 松坂出雲神の,の上屋敷は江戸・赤坂のため池にある。領地の大吉田は良質多臭の米と酒で名高く諸種の産業も発達していて七十万石世の表高よりはるかに内服だと言われる。実績は百万石だという定評もあるくらいでため池の上屋敷 芝浜の中屋敷、芝高輪の下屋敷、共に結構税備を尽くしているので名が高い。ため池の上屋敷にボタンという建物があった。先代の出雲の惚れさだが隠居所に建てたもので、本御殿から西へこの間伝いに登った丘の上にある。 周りはカエデや松の林に梅、桜をあしらい、見晴らしのいい芝生の彼方に広いボタン園が作られてある。先代コレサダが亡くなった後、一度取り壊そうということになったが、当代コレチカの側室で、活女という愛称が、自分の保養所に欲しい。こうねだって以来、ずっと と、か女の休息所に使われてきた。家中の一部では、それに反感を持ったものか、近来は、ぼ丹んと言わずに、福くまでんと呼んで、かなりな侮蔑と憎しみの目で見ているようだ。そこにはそこで理由もある。当代、出雲もの神は、ごく温順な人で、大変儒学に凝っていた。酒もあまり飲まない。 高い声で怒ったこともないという性質であった。夫人は徳川家の娘で、これは言ってもいいと思うが、清水家の出である。なお貞子と言い,い、淳次郎、菊姫という二児を挙げたが、長子の淳次郎が三歳の折、気の毒なことに急病で亡くなった。これちかは、 温厚な学者肌の人であり、非常に夫人を愛していたので、それからは正婦人を迎えることなく、伊藤海助という家臣の娘、勝を側室に入れた。伊藤が現在まで14年もそば用人をしているのは、例の一部の家臣の主張するところによると、 即質割女の請願によるのだそうで、以来反省の数軸は、そば用人とその一味によって掌握されたと言われている。こういう問題は、うかつには判定できないけれども、割女はそれほど器量が良くない代わりに、大層利口で、敏感で、その上、胆力も相当あった。 いわゆる男勝りという方の一人であって、温厚なコレチカをあやなしていたことは事実だったものらしい。一例を挙げると、淳次郎様幽閉という事件があった。か女は側室に入って間もなく、順次郎には競争があり、松坂を相続すれば七十万石の家を潰すであろう。 こういう占いを立てた恩苗字があった。彼は安倍道明という平安朝以来の政党の恩苗家だそうで、当時の大名諸公から無条件に信任され、中んづく人相の吉祥を占う点では、古今無比という名取りであった。こういう戦術に対する盲信は、昔も今も大差はない。 実習百万石と言われる家を潰されては迷惑である。松坂家代々の洗礼にも申し訳がないし、何千人という家臣も失職という羽目になる。そこで幕府へは、病弱なれにより廃着という届けを提出し、まだ四歳の順次郎を密かに国元へ移してしまった。この問題を、 単に、活女の陰謀というのは躊躇したい。主として奔走したのは、松坂大学である。大学は、名を、これかどと言い,い。出雲神これかの弟で、父から、文法七千石をもらって分家していたが、宗家のためには、老を惜しまず、常に出入りして、兄の相談役となり、また、 政治方面の顧問閣ともなってきた淳次郎の拝着と国元移送とはこの大学なる人が熱心な視聴者であった「加盟には変えられない七十万石には変えられない家臣一等の不運を無視するわけにはいかない」こんな風に兄に直感したものであった そこはよく検討しなければならないのであるが、淳次郎が領地の大吉田へ送られると半年ほどして、渦女が男児を産んだ。これは幸之助と名付けられた。淳女で言えば相続者である。そこで一部の家臣たちは、淳次郎一層を渦女の陰謀だと解釈したものらしいのである。 出雲の神の活女に対する信頼と愛情とは、それからのちは決定的なものになった。自分の後継者を生んでくれたことと、基地重王な利口さとで、全面的に彼女を信頼し、愛した。江戸家老は、かつた門左衛門というが、これも出雲の神に輪をかけた、特実温厚な人で、 市政府にいるよりは、出雲神と学問、芸術の話をしている方が多い。またその方が好きでもあるらしい。従って政治は、蕎麦用人の伊藤海助と、次席画廊の板倉三之丞、年寄りの池島金田雄の三者を軸として一種の系統ができ。 その筋によって賄われるに至った。ついでに紹介しておくが、この系統の主なるものを挙げると、領地の上代画廊である板倉六郎衛門、その長男の主前同じく自責画廊の河合勘蔵、筆頭年寄りの阿波城之助などだと想定されている。 こういうことを詳しく書いていてはきりがない。それに面白くもない。要するに、ボタン亭が一部から福までんと言われていること。そこが活つすなわちお部屋様の休息所であって、大体としては常に人の出入りが頻繁であり、なお去年から出雲の神がそこでずっと描画していること。以上が、 この物語の始まった時の状態だということを、もしできるなら記憶に留めておいていただけばよい。やや冷える中秋のあるよ。およそ十時頃のことであるが、ボタン邸の一間に火を暗くして六人の人物が密談をしていた。密談などとタイヤって言うのではない。 奥には出雲の神が既得状態で寝ている。だから彼らは遠慮しているのかもしれない。神座に松坂大学、お部屋様の活女。そこから順に板倉三之丞、伊藤海助、そして下座に離れて二人、中年のもっさりした男は伊藤蕎麦用人の紹介によると国元の中央で、 岡山文右衛門といい、もう一人は我々にはすでに顔なじみのあの菅の昼夜であった。